仮面ライダーシリーズ仮面ライダー。仮面ライダーは、1971年4月3日から1973年2月10日まで、ネット系列で毎週土曜19時30分20時に、全98話が放送された、毎日放送、東映制作の特撮テレビドラマ作品、および作中で、主人公が変身するヒーローの名称。本作品の基本線は、 等身大のヒーローと怪人が対決する、痛快 SF 怪奇、アクションドラマである。従来の実写ヒーローものとは一線を画した、異形のヒーロー像と、人間ドラマとしての側面を、極力抑えた、完全超悪劇、怪奇ドラマ的な演出、そして殺走とオートバイを買って、ライダーキックなどのダイナミックなアクションを繰り広げる、格闘シーンや、 多彩な動植物をモチーフとした得意でグロテスクな怪人の登場が特徴。原作漫画は石森章太郎が担当し少年向け雑誌週刊僕らマガジンに漫画版を連載した。本作品の終了後にも登場人物や敵対組織または時系列や世界観そのものを変えた多くの作品が制作されておりそれぞれの番組は基本的に 主人公となるライダーの名称をタイトルとしている。一般にこれらを仮面ライダーシリーズと呼ぶ。なお、1979年の第6作のテレビ番組名も同じく仮面ライダーだが新聞や文献などではお番組名に付記する方法で本作品とは区別されていた。現在では同作品の主役ライダーである。 スカイライダーを番組名に付記する方法で区別されることがある。この第6作については仮面ライダーを参照のこと。優秀な科学者にしてオートレーサーの大学生、本郷岳は世界征服を企てる悪の秘密結社、ショッカーに囚われてしまう。本郷の能力に着目していたショッカーはアジトで一週間かけて彼を バッタの能力を持つ改造人間に改造した。しかし、本郷は、脳改造される寸前、ショッカーに協力させられていた、恩師、緑川博士に助けられて、アジトから脱出する。一行、仮面ライダーとなった本郷は、ショッカーが送り出す怪人たちを次々に倒していく。ショッカーは、仮面ライダー打倒のため、フリーカメラマン、一文字早と仮面ライダー同様の、 改造人間に改造する。だが、一文字も、脳改造の直前に、本号に救出され、もう一人の仮面ライダーとなる。こうして誕生した二人の仮面ライダーは、日本と海外に分かれ、時には共闘しながら、オートレーサーとしての死、立花東兵、FBI 捜査官、滝和也自分たちに憧れる、少年仮面ライダー隊などの多くの仲間たちの、協力を得て、 ショッカーと戦う。普通の人間に戻れなくなった悲しみを仮面のもとに隠し、人間の自由を守るために。本作品は土曜日の19時台後半で朝日放送の部長刑事や TBS テレビのお笑い頭の体操に停止調律を強いられていた毎日放送テレビ営業局から編成局次長の広瀬雄一を通じて、 発足間もない映画部に東映と組んでの子供番組制作が提案されたのが発端とされる。映画部長の章の至るは、東映の三好茂雄から紹介を受け、1970年6月に1971年4月開始の新番組企画を東映テレビ部長の渡辺良徳へと依頼した。渡辺は系列の東映動画で制作中だった。 タイガーマスクの人気に着目して、人気要因を分析する一方で、東映テレビ部プロデューサーの平山徹や、石森翔太郎のマネージャーで企画プランナーだった、加藤昇も召集して度重なる打ち合わせの結果、月光仮面に代表される1950年代、後半にブームを呼んだ仮面ヒーローものを再構築するに至った。低視聴率を打破するには、周囲を見回して、 ないものをやればいいという毎日放送の小野プロデューサーの意見をもとに2番戦時となるアニメは酒実写の変身者として企画が練られた本作品の企画は1970年9月頃に平山が加藤の協力を得て作成したマスクマン系の企画書が第一案とされこの企画書では仮面のヒーローが 日本征服を企むクロード・クロバル率いる組織、ショッカーと戦う、という、大まかな筋書きが作られていた。しかし、その内容は、タイガーマスクに言及し、自分も、仮面を被れば、ヒーローになれるという児童の願望を指摘していること、主人公、九条剛が普通の体育教師で鍛錬によって、ヒーローの力を得ているなど、当時流行していた。 スポーツ根性ものの影響が強い内容であった。この企画書は、平山による叩き台的なもので、MBS 側には提出されておらず、投影社内と石森プロ用のものだった。平山は本作品の前に、妖術武芸帳で、謎の鉄仮面という仮面物の設定を総案しており、その際に石森をアイディア協力者候補に挙げていたが、企画が、 tbs の橋本幼児にわたって実現しなかった。このため、平山にとっては、仮面物である、この、マスクマン系は念願の設定だった。次に寄贈された、仮面天使が、MBS に提出された、最初の企画書となる。平山が、柔道一直線の流れで、市川新一と、上原昭蔵を招き、平山とコンビの長井上勝との三人の、 脚本家体制で設定などの企画打ち合わせに入った。ここで主人公の名が本郷武史に決まり、市川によって恩師、緑川教授殺害の容疑をかけられた逃亡者という設定になった。この時点でスポーコン要素は薄められ、主人公は30万ボルトの高圧電流を浴びる事故で得意体質となり、 人間以上の力を得るという SF 的な設定が加味されたがヒーローのデザイン画などは起こされなかった。本郷役には千葉次郎が候補に上がっていた。なお、上原の10回によれば MBS はウルトラマンのようなヒーローを期待していたが石森がバッタをモチーフにしていたことから揉めて双方の意見は平行線をたどっていたため市川と共に 石森の援護を依頼された上原が、石森のアイデアの素晴らしさを力説し、MBS を解き伏せたことで企画は通った。しかし、上原は控室で見せられた仮面ライダーの絵には、正直、絶句したという。1970年9月上旬頃、広瀬から、オートバイに乗るスーパーヒーローものという注文が追加され、十字仮面の企画に至る。 ここで構想されたストーリーは、本郷を父のあだと疑うヒロインや、殺人者、本郷を追う刑事などの登場人物が配され、主人公の逃亡者としての苦悩も付加された。主人公の仮面については、怒りの感情が高まると、顔に感電事故による十字型の傷跡が浮かび上がるため、それを隠すために被っているという設定が加えられている。 サイボーグ009や、サタケと、しとりもの控えなどの、数多くのヒット作を送り出してきた石森が、原作者として、本格的に参加するのはこの段階からで、彼の起用は、石森プロマネージャーの加藤から渡辺へ、熱心な売り込みがあったためだった。10月上旬に、伊上によって執筆された、検討台本、海菊も男と、謎の恐怖屋敷が、MBS 側で検討され、 予算案とともに、題名を日本語にしてほしいとの要望が出された。10月15日に、石森側が、ファイヤー十字、十字仮面、クロス仮面などの題名案を提出している。10月以降になり、東映側は、平山の補佐として、安倍政治が、プロデューサーに参加する。石森が参加した後、MBS 側は、雑誌で、 漫画連載をしてほしいと放送開始の条件を出した。漫画連載の実現には難航したが、平山と、安倍、石森プロマネージャーの3人が、週刊少年マガジンの編集長だった内田勝に掛け合い、年末に了承を得た。11月上旬には、主人公ヒーローである、クロスファイヤーのデザイン画も石森によって起こされ、 平山や MBS 映画課長の引きの吉輝も、クロスファイヤーのデザインに、かっこいいと絶賛し、題名も、正式に、十字仮面に、決定、11月になって、MBS 側は、十字仮面クロスファイヤーの企画書を、寄稿した。当初は、本郷役に、近藤正臣、ルリコ役に、島田洋子を予定していた。クロスファイヤーの検討用デザインには、十字を、 モチーフとしたものとライオンをモチーフとしたものが存在する。12月に入ると企画書題名を十字仮面仮面ライダーに変更。藤岡博と森川千恵子が本号と瑠璃子役に選ばれ、東米役には高品格が予定され、放映開始は1971年4月と決定された。しかし企画が MBS 側を通った矢先。 同年末に市川と上原は帰ってきたウルトラマンをやりたいからと願い出て急遽降板し、以後の企画や本編脚本は伊丹主導で進められることとなった。市川は自らの代わりとして同じ脚本家仲間の島田正幸と滝沢マリを連れてきて以後両人とも日本作品の主筆脚本家となっている。翌1971年1月、石森は もっとグロテスクなリアリティのあるやつにしたいと自身の作品のサレコ戸ベをモチーフにした仮面のヒーローであるスカルマンをこの企画に応用した仮面ライダースカルマンのキャラクターを提案ここで主人公が敵対する怪人と同じく改造人間であるという設定がなされ逃亡者であることや一部のキャラクターが整理され東米は主人公の専属トレーナーとなり よりシンプルな物語となった。しかし、渡辺はこのキャラクターを以前に描かれた作品じゃないか。大勝負に出るんだから、新しいキャラクターじゃないとダメだと却下した。MBS テレビ営業局副部長の箱崎翔からも、モチーフがされ神戸では営業上の支障があると、注文が出され、企画は、さらなる検討を求められる。これらの注文に対して、石森は、 非常に落胆したが、50枚以上のデザイン画を描き、この中に加藤マネージャーの持ち込んだ、昆虫図鑑のバッタをモチーフにした、強烈なインパクトのある、デザイン画があった。バッタの顔が、スカルマンに共通する不気味さとされ神戸に似た、形であること、昆虫は、自然を破壊する悪と戦うヒーローに、ふさわしいという思いもあった。石森は、子供に聞いてみようと、 この50枚以上のデザイン画を当時幼稚園児だった息子の小野寺城に見せたところ、彼は即座にバッタをモチーフにしたデザイン画を選んだ。このデザイン画は平山によって渡辺に手渡され、これだ、今度こそ行けると大喜びした渡辺は即座にゴーサインを出している。企画していた1971年当時の日本は遺体遺体病などの公害問題に揺れており、 環境庁が発足したばかりであった。藤岡博氏によれば、仮面ライダーは、こうした時代の空気を嗅ぎ取り、環境破壊から地球を守るというコンセプトで、登場したのだという。それは、石森の下記の言葉にも現れているバッタは、自然の象徴だ。バッタの能力を持った、主人公が、自然破壊に立ち向かうなんていうのはどうかな。そうだ。エネルギーは風だ。 風力エネルギーが彼の原動力なんだよ。彼のベルトのバックルに風車の気候があって、そこでエネルギーを獲得するんだ。そして、仮面ライダーはバッタ本来のジャンプ力と体力をそのまま武器として戦い、ライダーキックやライダー投げといった必殺技もそこから必然的に生まれてきた。また当時アメリカで流行していたハルクが怒りで変身するのを参考に、 主人公が仮面を被って変身するのではなく、自然に変身して体から力がみなぎってくるという、平山の案が採用された。このバッタのデザイン画を MBS 東京支社に持ち込んだところ、箱崎は、ドクロで亡くなったことで安堵したものの、小野は、バッタは握れば潰れる、あのバッタですかと非力な昆虫をモチーフにすることに意義を唱えた。これに対し、 平山は、バッタは小さいから、強く見えないだけで、昆虫の跳躍能力などが人のサイズになれば強いものになりますよと説得した。翌日、MBS 大阪本社の編成会議に出席した、平山と加藤マネージャーは、バッタとは伏せて、昆虫人間としてセールス。加藤が、子供でも描けるわかりやすさとして黒板に仮面を描くなどした結果、 最終的に承認が降りた。前述の少年マガジン試練祭の接衝も進められていたが、MBS の社内ではまだこのヒーローのデザインを危ぶむ声が強かった。これに対し、広瀬は私の息子もオートバイに乗ったバッタのヒーローを面白いと言っている。ここは一つ、子供の感覚にかけてみましょうと社内を説得した結果、番組企画は推進されることになった。 敵対組織によって改造人間にされてしまったという設定があるため、マスクには泣いているように見えるデザインが施されている。こうして、バッタをモチーフにしたヒーロー番組企画は、バイクに乗って戦う、バッタのヒーロー、仮面、ライダーホッパーキングと課題されたが、長すぎるとの MBS 側の意向により、仮面ライダーと短縮され、2月1日からの制作決定が下された。 もともと本作品は、ウルトラマンのような、巨大ヒーローと怪獣が戦う作品にしようという案もあったという。しかし、石森は、等身大ヒーローにこだわり、敵キャラクターも、人間形態として、タイツ主体で造形され、徹底して、怪獣とは差別化する方向で、怪人と呼称された。ただしこれには制作費の違いもあったようで。 何倍もの制作費がかけられているウルトラマンとは違い、仮面ライダーでは金のかかるセットやミニチュアを使わず、ほとんど特撮もなしで撮影され、金はかけないけど、体は酷使するアクションとして作成されたのである。企画立案と並行して撮影拠点の準備が進められていた。当時、東映の老使関係は泥沼化していたため、春闘による、 番組制作への影響が懸念され、大泉撮影所以外に撮影拠点を用意する必要があったためである。平山や斉藤よりてるとともに、組合問題で、東映京都撮影所を追われた内田祐作が所長となり、急遽、神奈川県川崎市摩区郊外の歌詞スタジオを、東映育田スタジオとして機能させ、そこでの制作が決まった。主要スタッフは、内田が、 制作担当を務めていた柔道一直線の監督、助監督、制作担当らが参加。生田スタジオをフリーランスの寄り合い状態にはしたくないという内田の考えから制作、演出を担当する東京映像企画という会社が設立され、東映社員以外はそこへ所属する形となった。アクションも柔道一直線から大野県友会が参加した。 キャラクター制作と美術全般は大英特撮などを手掛けたエキスプロダクションが担当。照明班や撮影班は経営が悪化していた大英東京撮影所のスタッフが集められ SK プロとして参加した。このようにして東映の生え抜きではない異例のスタッフ編成が行われた。6日にスタッフの顔合わせがあり撮影に入ったのは2月7日であった。 企画段階で右与曲折を経た本作品は番組制作が開始されても順風満帆とはいかなかった。もともと歌詞スタジオである東映イクタスタジオには満足な撮影設備もなく撮影用の平台が一つあるのみでプレハブ作りのバラックの建物は雨が降ると反響音によってアフれコもできない状況だったという。 こうして放送が開始された第1話の視聴率は、キー局、ネットの放送エリアである、関東地区において8.1%と厳しいもので、あったが、MBS の放送エリアである、関西地区では20.8%と関東地区に、比べて、高視聴率をマークしており、MBS の省の部長は、関東もいずれ上がって20%を超えますよ。今バタバタして、 番組をいじるのは止めましょうと平山に伝えた。本作品は放送開始前、後に多大な影響を与えることになったアクシデントが発生していた。第9話、第10話の撮影中に、藤岡がオートバイで転倒して、全治3から6ヶ月の重傷を負い、撮影に参加できなくなったのである。このため、未完成分については、 本郷の登場シーンなどを前話までの映像から流用した藤岡の姿に声優、名や六郎によるアフレコを挿入する仮面ライダーの登場シーンを増やすヒロイン、緑川ルリコや新キャラクター、滝和也の活躍をつなぎ合わせるなどの措置で完成させ、急場をしのいだ。この間、方向性の再検討と新たな主役について討議された。 本合約の交代案や内容の一新など様々な展開が検討されている。関連書籍に再録された当時の議事録によれば MBS の局長や脚本家の仮面ライダー1号は殺してしまっても良いのではないか。外遊よりも殺してしまった方が書きやすいのだがといった意見に対し平山徹は子供たちのオールマイティの夢を潰すことになり、 主人公を殺してしまうのは良くないと強行に反対した。同時期に宇宙エンジン、ゴリや帰ってきたウルトラマンなどの巨大ヒーロー番組が多かったせいか、仮面ライダーを巨大化させようという案も出た。上記の事態を受けての討議の結果、本号は海外のショッカー支部との戦いに赴き、その後を継ぐ新しい仮面ライダーが登場するという。 形での新展開が決定した。急遽新たに登場する仮面ライダー2号イコール一文字ハヤト役には、最初はその候補として三浦智和が選ばれ、毎日放送の了承も得ていたが、結局この話は三浦の所属事務所側から断りが入ったためなくなり、最終的にこの役には柔道一直線に出演しスタッフらと窮地であった。 佐々木強が選ばれた。佐々木は出演依頼を受けた当初、劇団、NLT で同期だった、藤岡の役を奪うことになると難色を示していたが、藤岡が復帰するまでの代役という条件で引き受けた。また、この主役交代を機に、それまでの番組上の問題点を修正し、刷新することになった。変身ポーズは足を開いて、両腕を大きく動かしながら、変身。 と掛け声を叫ぶ変身ポーズは、1号編の頃から、監督の山田実より、抽象的な変身描写に変わるダイナミックなものとして、要望されていたものだが、当時の佐々木が、自動二輪の免許を持っていなかったことから、藤岡のように、バイクで加速しながら変身が、不能となったための苦肉の策という面もあった。しかし、この変身ポーズは子供たちの間で大流行となり、 変身ブームと呼ばれる社会現象を巻き起こした。このような変身時のアクションは、後の仮面ライダーシリーズや他の変身ヒーローヒロイン、ものでも重要なシーンとして受け継がれた。その他、地方ロケによる舞台の拡充や大幹部の投入による、ショッカー側の強化などが行われ、番組の人気も上昇していった。毎日放送が担当する関西地区でも、 視聴率は20%台を維持し、第3クール以降の継続はスムーズに決定した。なお、第14話から第26話までは、ストーリーのスケールの拡大化と、怪人のイメージの定着化という制作スタッフの意図から、前後編の2話で構成されるストーリーが多く見られた。7月に退院して3ヶ月間リハビリに励んでいた、藤岡が、 自ら小野に復帰を申し出てきた。これがきっかけで、藤岡の復帰が決定したが、佐々木を大役に据えたことで予想以上の大人気を博していたため、第4クールでは、1号ライダーがゲスト出演する、ダブルライダー編がイベント的に挿入された。藤岡の復帰を祝い、復帰作である第40話、第41話は、正月のビッグイベントとして、 九州の桜島、エビの高原でのロケとなった。撮影は、藤岡の回復を待って9月から1文字単独会が先に行われ、11月から年末にかけて、ダブルライダー編と劇場版の撮影が行われた。第41話は最高視聴率30.1%を獲得するなど、ダブルライダー編により、第4クールは、 好評を博し、毎日放送と投影はこのまま、ダブルライダーの定着を考えていたが、このオファーに対して、佐々木は、藤岡くんがカムバックするまでという約束で、引き受けたのだから、当然、藤岡くんに返すべきだ。自分がいたままでは、彼が付録のようになってしまうと、カタなに誇示した、結果、第5クールから再び、藤岡の単独主演で番組を継続することになった。 2号編最後の撮影となった第46話での草津ロケは佐々木やスタッフに対する異動も兼ねたものであった。そして藤岡の傷が感知した後の第52話で一文字が南米のショッカー勢力を追って旅立ったという設定の元本号が変身する新1号ライダーが第53話で主役に復帰した。この際に外観を一新しライダー 変身、と名乗る、新しい変身ポーズが追加された。藤岡によれば、新一号の変身ポーズを考案したのは、大野県友会の高橋和俊であり、藤岡自身は、眠り京志郎の演月殺法と空手の型、及び歌舞伎の見えを意識したという。また、旧一号編の本号が常に、ダブルのブレザー,ー姿の、科学者然としたスタイルだったのに対し、 復帰した本郷は一文字のような明るさや男性的な野生味を増し、デザインジャケットの上下や革ジャンにジーンズなど、ファッションも多彩になった。それに加え、事故前はバイクヘルメットの着用義務がなかったために本郷はノーヘルスタイルだったが、1972年に道路交通法が改正されて時速 40km を超える道路での着用が義務化されたため、 復帰後にはヘルメットを常用するようになった。変身ブームの真っただ中となった新1号編では人気を維持すべく様々な強化策が検討された。視聴率が低下気味となる夏場には新サイクロン号の登場を皮切りに六甲ロケ編、黄色ケ編での仮面ライダー2号の再登場などのイベント編が盛り込まれ番組後半では掲載雑誌、 テレビマガジンと連動した少年仮面ライダー隊の結成、ショッカーに代わり敵対する新組織、ゲルショッカーの出現、仮面ライダー3号の誕生という3つの強化作が掲げられた。このうち仮面ライダー3号は本作品内では登場せず、自作仮面ライダー V3 へと発展していった。競合番組の多い4月の改変期より前に、 新ヒーローを登場させて視聴者の支持を獲得したいという毎日放送の戦略により改変期とは関係のない2月半ばに V3 へ移行することとなった。社会現象変身ブームの発生源としてマスコミの注目を浴びる番組となった。2021年現在においても全仮面ライダーシリーズで最長の期間にわたって放送された作品でもある。 1> 第1話の放送の関東での視聴率は8.1%だったが、関西では20.8%を記録。事故による主役俳優の交代を機に行われた主事の強化策によって着実に視聴率を伸ばしていった。9月末頃には平均して、関東でも15%、関西では20%の視聴率を超えるようになった。新1号編に突入後は、 視聴率が2号編より低下したが、第80話から回復して19%から25%を、維持前98話の平均視聴率は、関東が21.2%、関西が25.9%、最高視聴率は、関東が30.1%、関西が35.5%。 子供への影響力は大きく、ライダーになりきる遊びが子供たちの間で流行した。1972年9月17日には、熊本県の幼稚園児が3階建てのビルの屋上から、ライダージャンプと称して飛び降り、渋滞の地に死亡する事故も発生した。仮面ライダースナックの付録である、仮面ライダーカード、ドレミサイクロン、仮面ライダー変身ベルトといったキャラクター商品も、 大ヒットし、その商品化権量は12億円に達した。それ以前のヒットキャラクターである、鉄腕アトム、お化けの旧太郎、ウルトラマンなどの商品化権量を凌駕し、当時の過去最高のキャラクターになった。カード欲しさに買った、貸詞本体を捨てる事象は、社会問題となったが、仮面ライダースナックは、後年に復刻版として、再発売されている。講談社では、 本作品を特集した幼児向け雑誌、楽しい幼稚園が販売部数を上げたことから、仮面ライダーを中心とした児童向けテレビ雑誌、テレビマガジンを創刊した。その後、秋田書店の冒険王や黒崎出版のテレビランドなど追随する競合誌も現れ、一大ジャンルを築いていった。子供向け商品以外にも、JAL の海外旅行ツアーやトヨタ自動車の新型車、 発表会など、ファミリー層向けの販売戦略にも、仮面ライダーが起用された。当時の東映テレビ部は、社用産業となった映画から流れてきたスタッフで、溢れており、予算管理も、ルーズで赤字を出し続けていたが、本作を契機にキャラクタービジネスを確立することに、成功した。仮面ライダーは、後の東映特撮ヒーローの基本となった。一方、 平成仮面ライダーシリーズを手掛けた白倉慎一郎は仮面ライダーという従来の作品のやり方だとたとえ正義のために行ってもいじめになっていく危険性があるため悪を倒すことはできないと評している企画書十字仮面の段階では柔道一直線などに出演していた近藤正臣が配役されていたが最終的には東映制作のテレビドラマ ゴールドアイに出演していた、藤岡博が起用された。ルリ子役の牧千恵子、東米役の小林昭治、王の研究会の起用は平山によるものである。平山によると、ウルトラマンから、キャプテンウルトラへの TBS の番組引き継ぎ催事で、村松キャップ役の小林と知り合い、若い俳優たちに対する配慮やその人格に惚れ込んで、今回の起用となったという。 マキは、出演したエメロンシャンプーの CM を平山が見て、清楚なイメージに惚れ込み、起用された。広ロ役の島田洋子は、十字仮面の企画書で、緑川瑠璃子役として、名前は挙がっていたが、藤岡と同じ事務所に所属していたことから、藤岡のマネージャーから、一緒に使ってくれと言われて起用したが、瑠璃子役に、マキが決定していたこともあり、プロデューサーの安部は、 島田をルリ子の友達役として出演させた。竹役の千葉次郎は、安倍と内田で決めたという。千葉を仮面ライダー2号として出演させる案も存在したが、兄の千葉慎一が難色を示し、実現には至らなかった。千葉兄弟と内田は、内田が工業部に在籍していた時から進行があり、 二郎は本作品の出演に際し、内田さんのためならばとこれを快諾したという。千葉二郎は、マスクマン系の時点でも、主演候補に上がっていた。その他、ショッカー幹部や、ライダーガールズの面々の起用は、すべて安倍による。このうち、山本リンダはすでに歌手として活動しており、知名度もあったが、所属事務所を移籍するために、 歌の仕事を控えていたためオファーが開拓されたという。山本以降、後見エミリー・ミミーラ・ハーフやクォーターの女性が必ず起用されているが、安倍は特に意識はしておらず、キャストのバランスから自然とそうなったのかもしれないとしている。五郎役の三浦康春はゲストの林博子と合わせ、安倍が子にだった養成所からの起用。ショッカー側の怪人の声が、 テアトルエコー所属俳優に統一されていたのは、安倍が以前担当した映画、ガンマー第三号宇宙大作戦からのつながりだった。所属声優の一人である、沢律夫は、普通の俳優では、怪人役を引き受けないため、喜劇専門のテアトルエコーに声がかかったと述べている。声優のローテーションは、録音担当の大田勝美とテアトルエコーマネージャーの、 ただらなおわが協議して決定していた。アクションは、柔道一直線からの流れで、大野県有会が担当した。縦氏は、同作品に引き続き高橋和俊が務めたが、後半は負傷した、高橋の代役を経て、岡田勝が担当した。第1話は、柔道一直線の撮影が残っていた高橋に代わり、大野県有会主催の大野幸太郎が縦をつけた。 第19話、第23話の北海道ロケは、高橋和都氏が、ロケに参加できなかったため、飯塚美肩手を担当した。仮面ライバーのスーツアクターは、当初は、専門的なアクションを除き藤岡博自身が務めて、いたが、藤岡の不詳交番後は、岡田勝が、主に担当した。続く2号編では、岡田と中村文也が中心となって2号を演じた。 1> 新一号編では、中屋敷哲也が新一号を演じたが、中屋敷が、超人バロム1へ移動した後は、大杉雄太郎が起用された。その後、大杉の遺跡により終盤は再び中、屋敷が一号を演じた。バイクスタントは、カースタントチームの室町レーシングが担当した。当初は、同チーム代表の室町健造が、仮面ライダーのスタントを務める予定であったが、 オープニング映像のみ参加した後、多忙のため大橋春夫に交代した。大橋は1年目終了まで担当したが、2年目はメインスタントマンが明らかになっておらず、室町レーシングのスタッフが交代で担当していたとされる。バイクの運転に長けていたことからメイクの小山秀夫が手伝うこともあった。監督、助監督は柔道一直線から多く参加し、 撮影、照明は、大英出身者が担当したが、当初は、東映と大英の撮影方法の違いから衝突が多かった。東映では殺人を移動しながら撮影したり、カット割りが多いなどの特徴があったが、大英ではカメラを固定しながらの撮影や時間をかけて、長い位置カットを撮影することを得意としており、大英で、撮影監督を務めていた。 山本治右はカメラを動かす指示に憤慨したという。また東映では照明は画面に映るものすべてを照らし、暗いシーンでもスターの表情をはっきり見せるという方向性であったが、大映出身の大田孝治は大映では雰囲気優先であったことや照明を用意する予算が不足していたことなどから人物だけに照明を当てるという方法を取った。夜間シーンも、 太田の移行により、潰しと呼ばれる、ブルーのフィルターを用いて、昼間に撮影する手法は可能な限り用いず、夜間に撮影を行っている。こうした、太田の照明は、結果的に回帰性を醸し出すことに成功するなど、従来の投影作品とは異なる雰囲気の作風となり、本作品の人気につながる要因になったとされる。パイロット版である、第1話と、 第3話は当時、キーハンターを担当していた、竹本光一が監督を務めた。生田スタジオ所長の内田祐作は、当時ヒットしていた、キーハンターで活躍していた竹本を起用することで、毎日放送へ、東映の本気度をアピールする意図もあったと述べている。柔道一直線から参加した、降田た至るは、番組開始前には、 内田優作とともに、スタジオ探しも行っていた。織田は、オープニングエンディングの演出をほぼ、すべて手がけたが、これは、外部の他の監督ではギャランティーが別に発生するため、番組開始当初は、唯一の東映社員監督であった織田が選ばれた、ためであった。また唯一の東映社員監督であったため、番組序盤では、大映出身者らとは特に折り合わず苦労したという。 第3クールから参加した田口勝彦は番組初期から東映育田スタジオ所長の内田優作に呼びかけられていたが、信弘社制作のガッツ順へ参加していたため、当初は山崎久氏名義で脚本を担当した。同じく第3クールから参加した内田はじめ作は内田優作の実景であり、優作からの誘いにより、日活を退社して本作品へ参加した。 監督がほぼローテーションであったのに対し、脚本家は30人近い人数が参加した。特に第4クールでは、マンネリ防止のため新しい脚本家が積極的に登用された。メインライターの伊上正は、仮面の忍者、赤影やジャイアントロボーなど、平山徹のプロデュース作品でメインライターを歴任しており、本作品でも企画段階から参加していた。 いがみは、重要話数を中心に、全体の1、3以上を担当したが、後半では、超人バロム1や、変身忍者嵐なども兼任していたため多忙になり、多数の脚本家が参加する要因になった。プロデューサーの安倍誠人は多忙になるにつれ執筆も遅れるようになったと証言している。本作品では、人物や、事象の説明に、 それまでの異常の作品よりもリアリティを感じさせる形容を用いるようになった。これについて、ライターの赤星聖章は、妖術武芸長の失敗と、石森章太郎の存在が影響したものと考察している。島田正幸は参加した時点では、経験が浅く、初担当した第4話は当初は島田が執筆したが、安倍が使い物にならないと判断し、 師匠にあたる市川に執筆を指示した。女性脚本家の滝沢マリは、初担当した第8話を筆頭に八女などの、女性怪人や女性が被害者となる会を担当する、ことが多かった。第4クール後半から参加した、石森志郎は、息子からせがまれたため、大学時代の同期であった、田口勝彦に懇願し、本作品に参加した。 同時期には同様の理由で、ウルトラマンエースでも執筆している。第70話の脚本を担当した、桶ケ谷五郎は、後に、テレビ朝日ドラマ部部長を務める関口教授の、編名である。当時、別名で、小説家としても活動していた関口は、大学時代の安倍に売り込みをかけて、本作品に参加したが、執筆は一本のみに止まった。平山は、 脚本の方向性について、あえて、ヒーロードラマのセオリーは外し、ウルトラマンのように最後だけヒーローが登場するのでは、なく、スポコンモノの第1ラウンド、第2ラウンドなどのように早い段階でも、仮面ライダーが登場することを意識したと述べている。本作品の脚本で完全な NG になった作品は、ほとんどない。安倍は、NG になった場合でも脚本家への執筆量は、 支払わなければならないため、毎日放送側から面白くないと言われた脚本でも、良いところを伸ばせば成立するとして、ほとんど採用していたことを証言している。美術、造形は、造形会社、エキスプロダクションが、全面担当した。東映生田スタジオ所長の内田祐作が、映像美術の重鎮である大英の間の茂雄に同社を、紹介され、 代表取締役の八木正は、海外作品の仕事が一段落した時期であった、ことからこの仕事を引き受けた。準備段階では、エキスプロ役員であった、三上睦夫を中心に、同社造形チーフの藤崎幸夫と大英の矢野、智久良が参加し、三上が、サイクロン号のデザインや、ショッカーアージトのセットと怪人の造形など、藤崎が、仮面ライダーの造形、矢野が、 スナックアミーゴのセットをそれぞれ担当した。立ち上げ作業を終えると、三上は、マジンガロンへの参加などのために現場を離れ、旧地の高橋明に後を託した。高橋は、助手として、ヤギイサを呼び、囲碁の美術を担当した。高橋らが、東映イクタスタジオに常駐し、セットのデザインや衣装の補修も合わせ、すべてをこなしている。 怪人のデザインは、初期の雲男、コウモリ男、サソリ男は、石森章太郎によるデザインが用意されたが、サソリ男は三上により造形用デザインに直され、第4話のサラセニアン以降のデザインは高橋による。三上が造形を手掛けた、初期三体は、型抜きで作られたが、映画と同様の、この手法では、時間がかかるため、以降はタイツに近づけする方法に変更された。 あとに平山によると、MBS 側から東映に支払われる。制作費は1話につき400万円で、美術予算が足りず、苦肉の作として、機械パネルのイメージを予定していたショッカーの味都内は、エキスプロの高橋明が描くおどろおどろしい模様を描いたものとなった。同プロの三上六尾は、おかげで、生物感のある不気味なものになったとコメントしている。 1> 第1話第79話に登場した世界征服を企む謎の国際的秘密組織メンバーは知力体力に優れた人間に改造手術を施し洗脳した怪人を中心に構成されておりその怪人たちを正体不明の狩猟が操って様々な犯罪や破壊工作を行っている第80話第98話に登場した世界征服を企む 謎の国際的秘密組織。暗黒組織、ゲルダムザンと自身の組織ショッカーを合併、再編成した新組織。ショッカーによって改造された戦闘用改造人間。二人とも脳改造を免れて、ショッカーのアジトから脱出し、人間の自由を守るために、ショッカーと戦った。第40話以降、二人の仮面ライダーが共演するエピソードでは、 本号の変身するライダーを仮面ライダー1号1文字の変身するライダーを仮面ライダー2号特別して呼ばれるようになったが本作品の劇中での故障とクレジットは仮面ライダーで統一されている。なお、二人の仮面ライダーは互いを本号1文字と本名で呼び合っていた。基本スペックは両者とも同一であるが1号は多彩な必殺技2号は 高い格闘能力と破壊力をそれぞれ持つことから、雑誌展開などでは、技の1号、力の2号と称された。ライダーの特徴として、その名の通り高性能の専用オートバイを、使用することが挙げられる。参考文献、宇宙船別冊、仮面ライダー怪人大画法2016、仮面ライダー賞は1973年2月15日に、 東京プリンスホテルにて、100話記念と3号ライダーとなる仮面ライダー V3 誕生を祝した仮面ライダー放送100回記念パーティーが毎日放送の主催で開催され、スタッフ間で我らの仮面ライダーが上映された。内容は中江真嗣のナレーションによる総集編だが、配役紹介や視聴率紹介がなされ、スタッフ向けになっている。後年、東映ビデオから、 仮面ライダースペシャルにとして発売され、初めて視聴者のもとに提供された。ただし、仮面ライダースペシャルの DVD 可能際、同作品は未収録となっている。アイキャッチマには、v さんの変身ベルトの CM と、マジンガー Z のジャンボマシンダーの CM が挿入されているが、ジャンボマシンダーの CM は映像ソフトで加えられたものである。本作品の歌曲並びに、 劇ともはすべて菊池俊介が作曲、編曲した。BGM の録音は6回にわたって行われた。第5回録音文はその多くが、挿入歌のカラオケのメロブせである。第6回録音文は2020年現在音源の、所在が1曲しか確認されておらず、詳細不明。BGM には、キーハンターからの流用曲もあるほか、第1話における、 本号の変身シーンに使われた曲のように出典不明の流用曲も存在する。菊池は本作品から仮面ライダースーパー1までシリーズのすべての音楽を一人で作曲し、ほとんどの編曲も自分で行った。なお、本作品のために作られた楽曲の内音源の原存が確認されているものは2002年にコロンビアミュージックエンタテインメントから発売された。 仮面ライダーエターナルエディションファイルナンバー1、2、3に全曲収録された。本作品の大ヒットとともに、藤士孝一が歌うオープニング曲、レッツゴー。ライダーキックも130万枚の大ヒットとなった。経営悪化で一度は傾きかかった日本コロンビアは、同時期にヒットした、女の道、喝采、レッツゴー。ライダーキックの大ヒットシングルによって、 完全に立ち直り、あまりの憂い行きに、レコードの生産が追いつかないほどだった。また、日本の特撮ヒーロー番組としては初めて、歌のみで構成された、アルバム、仮面ライダーヒットソング集が制作され、LP レコードと8トラックで発売された。収録曲の一部は挿入歌として、劇中で使われ、特に、ライダーアクションは、第71話から、エンディングテーマ。 第89話以降はオープニングテーマとして採用された。第89話以降のエンディングテーマとして使われた、ロンリー仮面ライダーもヒットソング集が初出である。さらに、レッツゴー、ライダーキック、ライダーアクション、ロンリー仮面ライダー、帰ってくるライダーの4曲が収録された、EP レコード、戦え、仮面ライダーも発売された。この種の楽曲集は、 以後の特撮ヒーロー番組でも発売される定番アイテムとなった。ヒットソング集では、伊上良脚本家陣が挿入歌の作詞を手掛けたが、いずれも多忙なためその後は、プロデューサー陣が変名で作詞を担当した。当時の日本コロンビア学芸部長であった、木村秀俊氏は、収入を現場に還元する意図もあったと述べている。藤士光一は、 ヒットソング集の発売時にはすでにコカドマジンと名乗っており、挿入歌は古文名義で録音したため、同一アルバムに二つの異なる名義で参加することになった。なお、ヒットソング集には、藤岡博史版、レッツゴー。ライダーキックは含まれなかった。ライダーアクションはオープニング主題歌となった後も、シングル化はされなかった。これについて、 日本コロンビアの木村秀俊氏は、抱える、作曲家、作詞家への印税を均等化するための配慮であったと、述べている。オープニングテーマエンディングテーマオープニングと、エンディング同様、挿入歌の作曲、編曲はすべて菊池俊介。本編でボーカル入りインスト版の両方が流れたことがあるのは、戦え、サイクロンのみである。すべて投影ビデオより、 発売放映当時の連載放映終了後の連載発売元はバンダイナムコゲームスによる単独で題材としたモノクロスオーバー作品 PC 用ソフト投影ビデオより1994年にマイクロソフトウィンドウズ3.1を CD ロムゲームとして仮面ライダー作戦ファイル1が発売された全98話を元にした ストーリー解説、怪人の名称と、スペック並びに、ライダーに倒される、場面の映像のデータベース、悪の新組織が、オリジナル怪人を用いて、ダブルライダーを倒すまたは、世界征服のための新たな作戦を展開するゲームが一枚の CD、CD ロムに収められた体裁をとっている。狩猟の声は、ナヤゴロウによる、新録の音声が用いられている。 マッキントッシュ用ソフトも後に販売され、1997年には、セガからもセガサターン用ソフトとして、再発売された。続編として、仮面ライダー V3 作戦ファイルが発売された。戦闘員日記シリーズが、メガバックスコレクションによる舞台として公演されている。佐々木剛義や千波城太郎、中屋敷哲也など、 仮面ライダーシリーズに出演した多くの俳優が出演しており、石森プロなどのサイトでも宣伝されていた。また、ポスターは、当時講談社の月刊マガジン Z で、仮面ライダースピリッツを連載していた村枝、健一による描き下ろしとなっている。本郷武、史、一文字隼人、立花東兵、ショッカーゲルショッカーに所属する怪人などの登場作品は、仮面ライダー1号。 仮面ライダー2号、立花東部、ショッカーの項目をそれぞれ参照。ありがとうございます。